いけない曲、明日中にか、明日中に覚えなきゃいけない曲がすごいたくさんあるんですけど、やばいね、やらないと、ぼちぼちやらないとね。こんばんは。どっちの方が可愛いかな。こんばんは。明後日のイベントの振り起こし正解。違うな。こんばんは。でも明日のイベントも楽しみ。やっぱ夏のイベント、メガネに光反射しすぎだな。夏のイベントやっぱいいよね、楽しみ、とてもとても楽しみ。こんばんは。昨日の話し会ありがとうございました。お、昨日今日とお話し会ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。これ見にくいかな。見にくくないか。こんばんは。さあ、結構暑いの得意な方ですね。そんなに気にならない。長野も暑い？わかんない、長野にいないから。トメさんギフトありがとう。今日はね、雨に打たれなかったね。傘一応持ってったけど、そう、雨傘を持ってったけど、今日は帰り日傘が必要だったね。なんかめっちゃ日焼けした気がする。めっちゃ日焼けした気がします。しけんさんこんばんは。そう、来週もお話し会ある。
盛りだくさん。おっとマウスの調子が悪いぞ。動いた。こんばんは。皆さんこんばんは。よいしょ。爪そろそろボロボロだから落とさないとな。こんばんは。こんばんは。よいしょ、こんばんは。パソコンのファン？多分ファーって音はパソコンのファンの音ですね。こんばんは。やばい、動画編集集中しすぎてめっちゃ黙ってましたよね。すみませんやん。こんばんは。今日はねお話し会が早めにさ、まあ、1部2部3部だったので、まあ昼過ぎぐらいに終わったんですけど、なんか洋服でも買いに行こうかなと思ってお店行ったんだけど、なんか買わずに帰ってきちゃったそう、何にも買わずに帰ってきちゃった。せっか
く店行ったのに。こんばんは。真剣なサリーも素敵だと思います。優しい。サリーは何系の服が好きなの？なんか髪をエクステでロングにしてから、可愛いフリフリ系が結構好きです。大人可愛いみたいな。そんな感じっすね。はい、ありがとう。こんばんは。よいしょ。定期的にね、保存していかないと怖いね。今日のパソコンは軽いですか？まあ昨日よりは改善したので多少はって感じですね。なんでこんなずれるんだ。ゼロじゃないんだ。よいしょ。こんばんは。まあでも動画自体、編集する動画自体はすごい軽くしました。こんばんは。なんか今日はね、でも朝早くってお家帰ってきたら眠くなっちゃってね、1時間ぐらいね昼寝しちゃったよね。限界が来た最近すぐ限界が来ちゃう。朝の配信後半寝ながら見てたみんなもう疲れだね。こんばんは。
あさっての渋谷のフェス行く。お、ドットイエルフェスぜひ来てくださる方気をつけて来てね。こんばんは。まあ、渋谷駅から近いのでね、迷わないとは思いますけど。やちさんゲストありがとう。あれ逆だな、入れ替わってる。セリンはカヌレ好き？お代理ほどではないですけど、普通に食べるの美味しいから好きだよ。よいしょ。ほろろろろろろみたいな音が欲しいな。これだな。ゆいりさんのメールにゆなさんとのサディショットのってた。わっ嬉しい、頑張ってください、ありがとう。そう今日はね、勇気を持ってゆいりさんとななさんが一緒にいるところに写真撮ってくださいって言いに行って写真撮ってもらいました。なんか今日も夫婦だった。え、なんかさ、一回その待機室っていうかさ、楽屋みたいなとこがあるんですけど、お話し会のなんか話しかけようと思ったらゆりさんとなさん腕組んで、そう部屋を出てて、お夫婦がいると思って戻ってきたところでね、ちょっと写真撮ってもらったんですけど、こんばんは。サリンが走ってたって感じた。いやなんか話し会中に私の席にペンが置いてなくて、サイン会だったのに、だからちょっとあのファンの方が待っててくれてるから一回停止をしてさ、スタッフさんのところにパーって走ってってさ、すいませんペンがないんでくださいって言ってさ、そうめっちゃ走り回ってた。こんばんは。でそのさやのレーンからスタッフさんのとこに行くまでにゆいりさんのブースがあるのね。だからゆいりさんもお話し会しながら、さやりなんか走ってんなってきっと思ってたと思うわ。こんばんは。そう、こんばんは。最近パン焼いてますか？え、全然焼いてないね。暇がなくって。パンは食べてるんですけど。こんばんは。インテリに見える、絶対にメガネのおかげだね。どうしようかな。
こんばんは。やっと仕事終わったサリー見て疲れを癒すね。あ、お疲れ様。サリンとの話し会で当たったのは今んとこワンショットだけです。なんかやっぱサイン会がさ、お話し会の中でも人気で、すごい、ね、たくさんの方に来ていただくので、サイン会の倍率がちょっといささか高いようです。ワンショットとかは割と比較的人気が落ち着いてるので当たりやすいっていう説ある。50じゃちっちゃいか、はい、かな。ゆうなさん優しそう。え、めっちゃ優しい。なんか優しさの塊って感じ。どう考えても優しさの塊って感じ。かわいい、ありがとう。さあはチョコミント食べれません。編集頑張れ、ありがとう。話し会楽しかった。俺、あー、つなちゃんギフトありがとう。ゆれぴよん、ちょっと編集さすがにそろそろ出したいんだけど、全然やばい、ミスった。どれもピンとこないな。こんばんは。髪型ボブ時代、いや一個前のエクステ時代だね。今やってる編集は全エクステ時代だね。何全エクステって感じだけど、なんかどれもこれもしっくりこんな。どうしてなんだろう。これが一番しっくりきたかな。よいしょ。よいしょ、こんばんは。よいしょ。そう、初代エクステ、髪型変わるからワンショットも楽しめる。わ、嬉しい。さやかの台所、そろそろ2周年だね。え、それな、できる女感出してる、出しちゃってるかも。晩ご飯のデザートに桃食べました。いいですね。
あーできる女感でもこのタイピングもあるかもねタイピングがねちょっと人よりちょっと早いというかちょっとだけできるので、世の中のの中のサラリーマンの方とかパソコンをめちゃくちゃ扱ってる方には遠く及びませんけれども、キーボードのタイピングが早い。でも練習した、めっちゃ練習した。今回のエクスタしばらくつけてるの？まあ9月末には取る、あ、じゃあ9月中旬には取るかなって感じです。よ、よよよよ。覗きに来たらめっちゃ髪長くてビビった。そう、今エクステつけてるからね。こんばんは。これ明日投稿できるかな。明日投稿目標なんだけど、まるで間に合わなそう。よいしょ、こんばんは。こういう AD さんいそう。マジ？こんばんは。さやはね、何期とかないんですよ。チームエイトなので、前任の長野県代表の子が辞めたタイミングでオーディションで入りました。なんで16期とほぼ同期です。こんばんは。ぽっちゃん劇場で楽しみに待ってます。わ、嬉しい。愛媛の人かな？ありがとうございます。こんばんは。
リーナさんとの写真見たよ、嬉しい。さえも後でツイッターにあげようと思ってたんだ。こんばんは。よいしょ、こんばんは。僕たち3人で出たいって、え、嬉しい。なんか奈々さんとさ、兼任先が変わってから、組閣してから一度も何お仕事一緒にできてないから、また一緒にしたいね。今日も可愛いね、ありがとう。ゆりさんが3人で出たいって言ってくれてるんですか。恋じゃん、恋しちゃうよさ、もうしてるのに。ラブユイリさん、ラブミー、ラブ。今日もかわいいね、ありがとう。あさって渋谷行きます。それと土曜日も行きます。お、嬉しい。あ、そう、土曜日のアラサーなんだっけアラサー女子神居候だっけ、毎回分かんなくなっちゃう。そう、荒神のイベントね。あと本当に数席だけ A 席のチケット残ってるっぽいんで、まだちょっと悩んでる方、まだギリ駆け込めるんでね、本当なんか 2,3 席なんですけど、残りぜひ迷ってる方とか休み取れそうって人はぜひ来てください。よろしくお願いします。待ってます。こんばんは。ユーリーさんのどんなところが好き？まあ、全部なんですけどえ、なんか正直さ、あれなんですよ、好きな人への好きな理由ってさ、なくて、漠然と分かんないけど好きなんですよねが一番強いと思ってるんですよそう、なんかガチでなんかもう気づいたら好きになってたし、今も本当に好きなんだけど、なんだろう、でももう本当全部なんだよね。存在としてダンスも好きだし、歌も好きだし、あの優しい性格も好きだし、見た目も好きだし、全部かな。そう、こんばんは。そんなユーナーさんに割っては入らないですけどね。ユーナーさんの3歩くらい後ろでピースしてたいですねこんばんは言いたいことなんとなくわかる、マジ伝わるかな。こんばんは。そこの辺ちょっと控えめにね、お二人のこの辺で手伝いです。こんなこう間には入れないでくらいでいいんです、私は。そんな感じです。こんばんは。でマジで好き。でも最後ゆりさんのことばっか言ってるけど、ななさんのことももうラブですから、大好き。そう、本当にね、
字が。見た目だとゆうこさんもゆいりーさんもえくぼが可愛いイメージ。確かに確かし、目がパキってるな集中しすぎです。今日は僕の誕生日です。あ、おめでとうございます。お仕事頑張ってありがとう。ナナさんと A 公演出たい。ナナさんの重力シンパシー公演絶対いいじゃん。ナナさん誰のポジションだったっけな。あ、思い出した。こんばんは。まだいつになることやらですけど忙しいのでね。ナナさんも、でもナナさんの女神とかめちゃくちゃかっこいいよね。絶対見たい見る側かい一緒に出たいけど普通に 見たい。にらめっこしてるのかなと。そう、今目やばかったよねさっきね。こんばんは。よいしょ。特等席でユーナーさんを見る権利を今は保持してるんちゃう？なんかさ、チーム4、村山チーム4だった時はさ、ユーナーさんとの2人を見ることが多かったけど、チーム変わっちゃってからさ、さやがさやの仕事の現場では多分選抜仕事の時はユーナーさんのあれは見れると思うんだけど、さ選抜じゃないからさ、ユーナーさんの絡み全然見れなくなっちゃった。非常に寂しい。私はこんばんは。
あれれ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 どうやったっけデータもう消しちゃったのかな。こんばんは。ユナサイリンのバーコードが最高だった。あ、鉄菜ですね。懐かしの鉄菜、嬉しい。またやりたいな、やりたかったな。あのハモリめっちゃ楽しかった。あ、これじゃない、これか。こんばんは。あ、期限が切れている。なんで保存してないんだ。およよよよ、こんばんは。じゃあいっか。こんばんは。これは録画素材が15分ぐらいあるから大変だぞ。こんばんは。こんばんは。この前村山方の千秋楽の集合写真が届いて懐かしくなった。こうエモいよね、やっぱエモエモ。そして今さえはちょっとお腹が空いてきたもう11時ですね。これはやりすぎか。これもやりすぎか。昼ご飯は7時ぐらい。ユーナーチルドレン懐かしすぎる。え、それな、ユーナーコンサートめっちゃ懐かしい。ユーナーさんコンサート、メガネさんにかわいい、イエイ、ありがとう。でももうお風呂上がりだから髪も広がってるし、超オフモード、オフモード。帰るんじゃないか。
やっぱさやの声って聞き取りやすいんだな何を急にって感じなんですけど、今さ長いからさめっちゃ早送りでさ自分の声で喋ってるとこ聞いてさどこ使えるかなって言ってんだけど、 1.5 倍速してもめちゃくちゃなんて言ってるかわかる、自分の声だとすごい聞き取りやすい声なんだろうねきっとね。ユーナーチルドレンって誰が頭あんの？私、ハッツ、ヒカルン、キョンちゃんですね。こんばんは。よいしょ。こんばんは、こそばん。二人の影なるアナウンサーみたい。本当？そんなそんな嬉しい。そんな大したものではございませんけれど。こんばんは。やばい、お腹が鳴ってる。これは本当にお腹が空いている時だ。ちょっと待って、今めちゃくちゃ集中してる。はい、こんばんは。ゆりさんもサリの歌声がすぐわかる。嬉しい。こんばんは。確かにね、歌声なんかね昔より特徴的になってきたっぽいです。なんか昔はコンプレックスだった、なんか自分の歌声があんまり特徴じゃないのが、特徴的じゃない。お代理とかナナさんとかすごい個性的な声が羨ましかったね前は。こんばんは。重力シンパシー声だとどのあたりがソロですか？ソロで歌うのは、まあ、ユニットはソロがあるでしょ。あと全体曲だとハートのベクトルの2番の A メロ頭、私ソロですね。あと中盤は雷鳴、1994の雷鳴で、2番の A メロの、あ B メロかもあれ、あ A メロだな、 A メロ後半でソロちょっとあって、涙に沈む太陽もサビ前、1サビ前と大サビ前でソロがあって、アンコールはないか。そんな感じです。重力シンパシー声のソロだ。
有力新聞紙意外と少ないんですよ。ありがとうございます。サリの歌楽しみ、ぜひ探して聴いてください。でも僕の太陽公園の方がソロは多いですね、圧倒的に。よいしょ。そう、さやがさやの劇場デビューの時のユニットは、そう、涙に沈む太陽ですね。正解です。こんばんは。リリーさんからプレゼントされたマニキュアしばらく保つそう。あ、でも今日落としちゃう、この後寝る前に。もうボロボロになっちゃったから、また必要な時に塗ります。お腹すいた。最近この時間になると絶対お腹すいちゃう。あんまり量食べないようにしてるから。ほんでまで10日の公演見てました。 AK フェスティバルもっとメンバーわちゃわちゃはっちゃけて、うん、十分はっちゃけてますけどね。しょ、うん、あ、間違えた。よいしょ、ちらお見に来てくれてる、ありがとう。明日の朝何食べようかな。
いいじゃん。皆さんこんばんは。今日はでも11時半ぐらいには終わりにしようかな。どこまで進むか分かんないけど。よいしょ。こんばんは。早朝から深夜までお疲れ様な一日だったね。まあ言うて今日はそんなに早朝ではないですけどね。まあでも6時半とかに起きて7時に配信だから、配信時間を考えるとちょっと早いか。18日の重心公演当たりましょう。お、楽しみましょい。初見です。お、ありがとうございます。夜遅く見に来てくれて。よいしょ。何の動画編集してんだろう。今はねミニさんで撮影した時の裏側を編集してます。こんばんは。メイキング的なね。間違えた。動画楽しくて好き。嬉しい。こんばんは。編集頑張ってね。ありがとう。こんばんは。こんだけ喋り達者なんだからラジオの仕事とか来ればいいのにね。やりたいですね。こんばんは。やりたい。こんばんは。こん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 ばんは。17 18 19 20 21 22。こんばんは。さあこの動画の中で入って6年目って言ってるけどまだ5年目だな。
だ5年目だな。こんばんは。こんばんは、ワンバンコ。こんばんは、みんなありがとう。遅い時間に来てくれて嬉しいです。でもさ、今お腹すいたなって思ってますどうでもよい、どうでもよい情報。ありがとう。2日間ありがとうございました。楽しかったです。最高。こんばんは。あ、はじめまして。おいしょい。こんばんは。ペコリンチョだな、お腹まずい。この時間にお腹ペコペコはまずい。
んばんは。スーちゃんやっほー、今日はありがとう。あ、お話し会ありがとう。楽しかった。最高に。お腹空いたのは気にせえ。確かに気のせいかもしれない。今日デパ地下でトッポギ買ってもちらっていうのを初めて知った。それな、なんかトッポギってさ、なんかとんでもない美味しい未知の食べ物に感じるけど、食べたらさ普通にお餅ですよね。確かに見た目マカロニっぽいよね。試験です。お、ありがとう。こんばんは。今 YouTube の動画編集をしているんですが、終わる見込みがなさすぎて絶望しています。まだこんなにインタビューされてるんだな。こんばんは。こんなもんでいいか。試験です。お、なんか今日いっぱい初見さんが来てくれる。ありがとうございます。
さあそんなわけで一区切りですね、編集が一区切り。すごいみんなを編集に編集しているところにみんなに来てもらってるから、みんなめちゃくちゃつまんなかったよね申し訳なす。ちょっとこうでもしないと最後の編集が進まないんだ。もう本当にね、よくないんですけど、テキパキできないんですよね。めちゃくちゃ色、なんか顔色めっちゃ悪いこの日。そんな日もあるか。サリー見れるだけで嬉しい。優しい。そう、みんなに監視されてる編集配信マジで超進む。徐々に順調に眠くなってきてます、間違いない。こんばんは、見守ってるか頑張って。でもみんなあれだね、最後にさやが集中できるようにコメントをこう抑えてくれてるんだよね。さやがこうやって雑談に入るとみんな急にコメントしてくれるから、多分めっちゃみんな見守ってくれてる。こんばんは、サリンの久しぶりに編集姿見る。確かに編集最近してなかったから、しなさいよって感じなんだけど、ここ早送りでいっか、全部全部早送りでいっか。10倍速とかにしよう。10倍速にしたら1分半ぐらいか。よいしょ。チャリすっぴん？お風呂上がりだからそうだよ。10倍速じゃちょっと遅いな。20倍速とかでいい超爆速、超絶爆速。こんばんは、超絶爆速急展開。こんばんは、こんばんは。あ、20倍速ぐらいが一番いいですね。あ、ここをちょっとカットで。いらんシーンやるわ。この辺で一旦カットしてこれつけると、およよよよ、なんか今さが使ってるソフトの最大倍速が20倍なんですよそう、こんばんは、完成が楽しみ、ぜひ見てね。
よし、いい感じ。家庭教師の先生に見える。嘘、マジ？そんな真面目そうに見える？今やったぜ。勉強教えれないけどさ、結構さ勉強感覚で覚えてた人だから人に教えるのめっちゃ苦手だった。動画どこで見れるの？朝芽が上げてる動画は YouTube で見れるよ。こんばんは。ね、わかる。教えるの上手い人もマジ才能だと思う。めっちゃ思う。ハーっていうゲーム面白かった。 ありがとうございます。メンバー誘ってやったやつ、もう遠い昔の記憶ですけどね。遠い昔の記憶すぎる。なんかやばい、鬼のカットしすぎて10分の動画にならなそう。まだ3分、4分だなこれ。今こっから6分分ないもんな。まあいっか、まあいっか。よいしょ。サリーは応援団とか受験勉強する高校生に見える。なんか高校生に見えるってめっちゃ言われる。まだね、多分顔がね、それ童顔だからね、幼いっぽいですね。そう、よく言われますそれ。でもめっちゃ編集半分ぐらいは進んだよ。え、すごい。やっぱり配信しながらやると爆速で進むぜ。感動的に早い。いつもね一人でやってるとねサボっちゃうからね、無限に時間かかるんですよ。そう、無限に時間かかる。サボるなよっていう気持ちではある。サボるなよ。試験さん遊びに来てありがとう。サリーの動画の10分くらいいっても届くか、何分くらいなの？時々によるよ。そう、時々によります元動画は。処理待ちの時もお話できるからいい。そう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 、処理待ちの時にみんなにちょっと話を触れるのが非常にいいですね。
ああでかい。フォントどれにしようかな。これでいいか。よいしょ。最大何分くらいの動画を編集したことある？元動画の長さ数えたことなんかわかんないな。こんばんは。なんか動画結構さ、ぶつ切りで撮るから、なんか何十分の動画何本も撮って、それをかいつまんで10分の動画にしたりするから、最大わかんないや。数えたことないけど、長い時はでも長いですね。今回のミニさんのやつとかめっちゃ普通に3時間ぐらいな、回しっぱだったから3時間ぐらいはありますね、素材が。これはね大変ですよ。だから鬼のカットしちゃってるまあここいらんかみたいな。ああ、いつの間にか移動してた。早送り20倍速で進んでるから超早い。よいしょ。そう、3時間なら途中爆速もまあやむなしでしょう。そうなんです。編集ソフトは AVIUTL っていう、まあ今 YouTube やってる人で使ってる人はまあほとんどいないだろうっていうフリーソフトを使っています。メンバーで使ってる人は一人もいません。間違いなくいません。そういうソフトです。最初にそのホストに決めたのは、なんかさやが好きな YouTuber さんというか YouTube 動画クリエイターさんが昔それ使ってて、でなんかそれ触ったことあったからとりあえずこれにしようみたいな感じかな。よし、ここの編集 OK。いやー、
練習半分ぐらいまで行ったぞ。今日のところはここまでだ。今日のところはここまで。今日はよく頑張った。よいしょ。またちょっと早いうちに出せるように頑張るんで、皆さんお待ちください。ケンケさんお疲れ、ギフトありがとう。すごい優しい、ギフトでお疲れしてくれるの優しい、ありがとう。いいギフトだね、使い勝手の良い。よいしょ。はい、ということでね、みんなに監視してもらったこの動画編集配信はそろそろ終わりにしたいと思います。みんな監視ありがとう。みんなのおかげで超進んだぜ。また明日も頑張るぜ。ではでは、ランキングを見ます。13位ともちさんありがとうございます。12位はさっぴさんありがとうございます。11位けんけんさんありがとうございます。10位まことのすけさんありがとうございます。9位ラピスさんありがとうございます。8位ログウッチさんありがとうございます。7位やすさんありがとうございます。あー変わった、もう一回いきます。13位まことのすけさんありがとうございます。12位ラピスさんありがとうございます。11位ログッチさんありがとうございます。10位やすさんありがとうございます。9位おかずさんありがとうございます。8位バイクこぞさんありがとうございます。7位ともちさんありがとうございます。6位なんさんありがとうございます。5位ひらりんさんありがとうございます。4位やちさんありがとうございます。3位とめさんありがとうございます。2位つなちゃんありがとうございます。そして1位はけんけんさんありがとうございます。みんな遅い時間までありがとう。みんなよく寝てくれ。明日からみんなお仕事始まる方もね、あーお盆か、お盆だからわかんないけど、まあ明日仕事の方ももちろんいると思うので頑張っていきましょう。さやも今日は、あ違う、明日は昼からお仕事あるので頑張ります。ではまたね、バイバイ、おやすみ。